まりの皆さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。私たちは7人組のグループミルキーベリーです。それでは早速自己紹介していきたいと思います。ユッキーお願いします。はい、ミルベリーのリーダー、黄色のユッキーことユキナです。はい、黄緑のミクリンことミクです。お待たせ。はい、青のフーコです。はい、桃色のノンノことカノンです。はい、赤のあやめです。はい、オレンジのしーちゃんことおしほです。はい、紫のゆうなです。せーの、ベリーベリーハッピーミルキーベリーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。平日にもね、かかわらずこんなにたくさんの人に集まっていただけて嬉しいです。ありがとうございます。そして、先ほどなんですけども、ファクトリーさんで私たちの曲のハーモニーという曲が、流れてまして、昨日から9月末までファクトリーさんで私たちのハーモニーという曲を流してもらえるということになったんですよ。なのでぜひファクトリーさんでね、買い物したりとか遊びに来たりした人はぜひ BGM にもね、ちょっと注目して聴いていただけたらなと思います。そして私たちを知らないという方もいると思うんですけど、ミルキーベリー、ブログやツイッターもやってるのでぜひチェックしてみてください。そしてハーモニーって曲もね、多分知らないと思うんですけど、今日最後にその曲もやるのでぜひ楽しみに来てください。お願いします。お願いします。それではですね、続いて2曲続けて聴いてください。平日のカタルシス。I'm not afraid to die.
Bye.
とうございます。ありがとうございます。暑いね。暑いね今日ね。暑いね。そう久しぶりにファクトリーさんでやったからめちゃめちゃ暑くね。なんか暑い、ね、もう梅雨の時期だからさめちゃめちゃジメジメして、あんまりミクいつもこんなだった。もうダラダラに汗かかないのにすごい汗かいてるもんね。すごくない？いつもいつも。でもさライブハウスとかさモールさんでライブしてるとこうなってるよねミクね、うん、1曲目でこれ全力だから。でさモールさんで、8月11日にですね私たちミルキーベリー動員100人目標の単独ライブを行います。それで何だっけ、あそうだ8月11日は1部と2部がありまして、1部はいろんなアイドルが出る企画で、2部が札幌テアトルの企画も含めたミルキーベリーミルベリー夏祭りというライブがあります。そのチケットをですね今回のライブ終了後の物販で物販から、販売しますので、ぜひ夏休み中なのかな学生さんとかも。そうだね。で祝日だし土曜日なのでぜひ皆さん今のうちにね1日空けておいてください。